ちゃん、はい、ありがとう。テルトマキングちゃんね、ありがとうね。はい、さあということで今度はですね、伊平屋村一番北の島からずっと南下をいたしまして西の方でございます、久米島町ご紹介させていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。それではじゃあ自己紹介をしていただけますか。はい、どうぞ。皆さんこんにちは、はい、私上原と申します。はい、上原さん、はい、はい、上原さん所属はどちら？ちょっとわけあって、うん、割と言えないんですけど久米島で、まあ、元、観光協会におりましたけども、はい、まあ、ちょっとわけあって本当にいるんですけど昨日あの町長にお前にちょっと舞台出ろとお指名を受けましてなるほど、この前まで6年ぐらいずっと観光のことに携わらせていただいて、ちょっと今修行の旅で、ありますけど今回ちょっと、はい、一番喋るだろうということでご指名を受けました。なるほど、はい、じゃあもう久米島のことなら上原さんにお任せをという感じですね、はい、ツアーのことから全部お任せください。上原さんはご出身はどちらなんですか？出身は実はですね、元々は関東の東京で、でも名前上原なんで、そうそう、だいたい糸満か五六って最初の頃は言われて、でも久米島にも今いらっしゃるんですよ。で今度ね、上原とか、そうなんですよ、ブラックどこねってよく言われます。でしょ。あらまあすごい馴染んでらっしゃるもんだと、よそから見た久米島の良さっていっぱい感じてらっしゃいますでしょ。そうですね。どんなところがいいなって思います。一番いいのはやはり開発が進んでないということと、はい、やはり水が美味しいですから自然が深いことと、さらにちょっと外に出ればその波照浜もそうですが、はい、海も綺麗ですし、僕もダイバーなんですけれども生き物がすごく多い。でさらには陸上の方でもですね、桜も、久米の桜とかいろいろお花もありますしということで、自然が豊かであることと、その結果島民の皆さんがですね心が豊かでいらっしゃる、これが一番大事かな。なるほどね。明るいしね皆さん。そうです結構なね、もう県外島外まで活躍されている久米島出身の方もね。そうですね、ほら小島よしおさんのお母さんも頑張ってらっしゃいますよね。はい、ね、私はもう久米島に行くと本当楽しみで、お母さんに会えるのが楽しみなんですけどね。あの方卓球大好きですしね。なるほどね。ぜひもうあのイーフあたりはもうね、居酒屋とかいろんなお店がいっぱい並んでますから、はい、もう楽しいですよね向こう行くと。そうですね、ぜひこの機会に旅していただきたいと思います、はい、さて今日はどんなものを持ってきてらっしゃったのか、ぜひね、はい、ご紹介していただきたいと思います、はい。今回の久米島町からはですね、10店舗あと外も出店させていただいてますけれども、まあ、我らが誇る久米島の久米線さん出店されてまして、今回ですねホワイト12年古紙というですね新製品を携えていらっしゃっております。新しい商品、はい、この前 の産業祭りでお披露目したばかりという、残りわずからしいので皆さんぜひ、はい、お願いします。先ほどに負けてませんけど試飲もできると思いますのでやはりね酒は飲んでからお買い求めだと思いますので残りわずかです、やっぱりほらお水が美味しい島だから、はい、お酒も絶対美味しいですよね。そうなんです、はい、フルーティーな味わいがするということで、非常に美味しいお酒となっております。12年、はい、ありがとうございます。そうですね、12年とは思えないぐらい何かこうフレッシュな元気さがあるかなと、今までになかった感覚でお飲みいただくことができるんですね、はいはい。そしてもう一つは、はい、今回ですもう一つの我らが誇る酒造所米島酒造さんからもですね、まあ、今日お持ちしたのは皆様がお持ちのパンフレットの内容と違うんですが、県と町来、結構堅苦しい名前なんですがどういう意味ですか、県と町来。これ、ちょうどコロナの苦しんでた頃ですね、島民の皆さんのね投票で名前ができたという、みんなで作ったお酒です。意味は県と町来、これ割と中国の故事でして、いろいろ苦しい頃にコロナの頃ですね、いろいろ苦しいこと辛いことがあるけれども必ず再起を果たしてみんな元気になるぞという意味を込めて、とっても素晴らしい言葉じゃないですか、中国の言葉。そうですね、もともとは中国の、はい、これ飲むともう元気にまたエネルギーが湧き上がってくる、
泡盛となっております。意外と皆さんね、米島酒造所さんでもほら久米島の久米線が有名すぎて、はい、もっと他に酒造所あったのっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、そうです、ね、実は青森がよくご存知の方たちにはもうマニアにはたまらない酒造所さんの一つなんですよね。そうです、ね、世界に、誇る久米島の久米線さんと、まあ、久米島でしか飲めない、こだわりの、まあ、久米線さんもこだわっておりますが、米島酒造という2つの、対比した酒造所があります。ぜひ今回ゲットしていただきたいと思います。両方やっぱりこうね、お飲みいただくっていうのが一番おしゃれな通な飲み方だと思います。そうですね、ぜひ両方お買い求めいただかないといけないのでいけない。はい、そして他には、はい、久米島でですね、お水がやっぱり湧き水が豊富もある一方、唯一ですね、海洋深層水というものが、そうですよね、海洋深層水も有名ですよね、はい、そのお水を使った、そうですね、この海洋深層水、非常にミネラル豊富な、肌にもいい、これを使って作った、はい、今回これ、今日お持ちしているのがね、月桃ジェルという化粧ジェルになります。化粧水の、化粧水、はい、2種類、これは同じものを今回、はい。